大阪阿部野橋駅写真の7階建て、阿部野橋ターミナル本館の西側部分は、2009年3月19日に、阿部のハルカスへの建て替えのため閉鎖後、取り壊し済み、大阪阿部野橋駅,駅駅舎は、近鉄百貨店阿部の本店が入居。壁面には、阿部野橋駅と表示されている。写真の右側、7階建ての阿部野橋ターミナルビルの西側部分は、 阿部のハルカスへの建て替えのため、2009年3月19日で閉鎖後、取り壊し済み。写真左側の東側部分は、2014年2月22日に、阿部のハルカスウィング館として、リニューアルオープンした。大阪阿部の橋駅西改札口西口地上改札、2009年3月20日に、移設される前の物駅名の由来となった阿部の橋、大阪阿部の橋駅は、 大阪府大阪市安倍野区安倍野筋一丁目にある近畿日本鉄道南大阪線の起点に駅。駅番号は F01 駅長配置駅である。なお、安倍野橋ではなく安倍屋京駅である。近鉄南大阪線のターミナル駅である。近鉄の駅の中で最大の利用者数を誇る。日本一の超高層複合商業ビルで、ある安倍の春カスと直結している。 JR 西日本や大阪メトロの天王寺駅と隣接し、徒歩での乗り換えが可能である。以前、近鉄の本社が置かれていたこともあった。旅客営業制度上は大阪安倍の橋で、乗車券類などは以前からそのように記載されており、列車行き先表示板ももともとは安倍の橋と記されていた。金混じりが初登場したのは、 1957年の6 8 0 0系重頭列車で使用されたラビットカー用の円形列車行き先表示板での安倍伸ばしである。1 6 0 0 0系特急車が登場した1965年あたりからは行き先表示板表記が安倍ののみになり、1974年の6 2 0 0系より採用を開始した行き先表示機では安倍伸ばしと戻った。 さらに、二万六千系特急車が登場した九百九十年からは、駅名表表記が近鉄安倍野橋に変更されていた。しかし、二千四年三月のダイヤ変更から、行き先表示機や駅名表などが、順次、大阪安倍野橋に変更された。これは、現、大阪東括部のうち、旧、上本町営業局内で関連化していた、旧国名を省略した表記を、旧、 天王寺営業局内と同様に、旧国名を併記した正式な表記にするように、改めた上で統一したためである。これにより社内放送でも、大阪安倍の橋、安倍の橋ですと放送する方式に改められた。なお、広告、宣伝上の表記では、大阪安倍の橋と格好書きされることもある。当駅付近を走行する大阪シティバスと近鉄バスは、高速路線を含めて、 阿部の橋を停留所名としている。1889年に大阪鉄道が港町駅柏原駅間を開通させた際、上町大地の堀割部にかけられた阿部の橋が駅名の由来である。地名ではなく橋梁名であるのは阿部の駅が先に開業していたことによる。阿部の橋や阿部の区など現在見られる表記の大半は阿部のであるが、当駅は阿部屋と異なる。 他には、安倍の神社などがある。安倍屋は、中近世において主流であった表記で、江戸時代の東成郡、安倍の村などが、この表記であった。明治以降に、道郡天王寺村の大技となってからも、安倍屋表記であったが、1925年の大阪市編入の際に、安倍の表記へ変更された。このような経緯から近現代において、主流となった安倍の表記ではあるが、 地名の由来として、最も有力な説とされる安倍寺や、その建立者である安倍氏に基づく表記であり、生後、新旧の分別があるわけではない。当駅は1923年に天王寺村大技、天王寺に大阪天王寺駅として開業し、同年中に大阪安倍伸橋駅に改称されているが、大阪市編入以前のこの時期は、表記が現在よりも混在していた。 他にも現在ではほとんど見かけなくなった安部屋や安部屋表記も混在していた中で安倍の京北詰めに安倍の橋駅を設けていた大阪市電は早い段階から方向幕にひらがな表記を採用しており後の大阪市営バスに継承されている以下の駅とは横断歩道、歩道橋、地下道などを通じて乗り換えが可能である串型六面五線のホームを持つ地上駅である 改札口は、東端部の西口地上改札、百貨店地下売り場正面の地下中央改札、南北連絡地下道に面した地下東改札の3カ所で、地下コンコースと各ホームの間にはエスカレーターがある。有効調は1.2番乗り場は7両編成分、3から6番乗り場は8両編成分である。2018年11月13日の1日、 上行人員は162,589人である。2008年以降の調査では、近鉄全線で最も上行人員が多い駅となっている。南大阪線では当駅がターミナル駅となっているため、南大阪線の中では当駅の利用者が突出して多い。一方、大阪線、奈良線の大阪市内のターミナル駅は、鶴橋駅、大阪上本町駅。 大阪南馬駅に分散している。このため、調査年度によっては、乗降客数最多の駅として、当駅と大阪南馬駅や鶴橋駅が入れ替わることがある。近年の1日乗降、乗車人員は、下表の通りである。2007年8月8日、近鉄は、安倍の橋ターミナルビル休館を建て替え、 高さ約300メートル、60階建ての安倍の春カスを建設すると発表。2012年8月30日に高さ300メートルに達し、日本で一番高いビルとなった。2013年6月13日のタワー間、ウイング間の一部開業以降、建設は順調に進み、2014年2月22日にウイング間が全面開業。 3月7日、展望台等を含め、グランドオープンに至った。周辺の詳細に関しては、天王寺駅駅周辺も参照のこと、ありがとうございます。